ここは そうか、エマたちの故郷だったな。アルティナ、ずっと心配かけてたんだな。一昨日も徹夜だったみたいだし。教官？ああ、みんなおはよう。悪い、ちょっと寝坊したみたいだ。せっかくみんなで話をしようって。心配だったんですよ。無事に脱出できたとはいえ、この里にたどり着いた後丸一日近く眠っていたんですから。先輩方と一緒にずっと交代で様子を見ていたんです。私も役得に預かって寝顔をじっくり堪能しました。あんたね、ブレねえ女だな。しかも揃いも揃って大の大人相手に過保護というか。とかいうアッシュも交代で教官の様子を見てましたけどね。あ、そうそう、バックれるかと思ったのに。それはもう真剣な表情で見守ってましたね。だあ、捏造だっつーの。こうしてアッシュの顔を無事見られるとは思わなかった。改めてになるが、おかえり。よく七組に戻ってきてくれたな。ただの成り行きだ。あんたの状況と比べたらおままごとみたいなもんだろ。それもそうだな。ミュゼも複雑な立場だろうが、戻ってきてくれてありがとう。盤上の指し手としての思惑とは別に、今君がこの場にいること自体を嬉しく思う。はい、自分でも不思議ですけれど、その答えはこれから教官を見続けることで出したいと思います。そうか。まったくもう。らしいというか。そしてユーナと来ると話は聞かせてもらったが、本当に大変だったみたいだな。ありがとう、迎えに来てくれて。教官、まあ教官にはいろいろと借りがありましたし、今まで散々助けてもらった、せめてものお返しってことで。これまでの教官の教え、自分たちで考えてやり遂げるいい経験にもなりました。まあ先輩たちをはじめ大勢の人々に支えられましたが。そうか。ある。ようやくお目覚かよ。皆さんどうして。おはよう、アルティナ。いろいろと悩んで苦しんでみんなと前に進んでくれたんだな。ありがとう。それからただいま。私そうだ、すっかり言い忘れてたな。先輩方より先というのはちょっと後ろめたいですけど。おかえりなさい、リン教官。